皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の5回目、今回は多項式と数の乗法、多項式と数字の掛け算、この計算について説明します。多項式と数の乗法は分配法則を使って計算します。分配法則は1年生の時に学習しているので、まずその部分を復習しておきましょう。4(2x+5)、この計算は前にある数字の4と括弧の中の前の 2x、 ここの部分を最初に掛け算し、次に4と括弧の後ろの部分の5、これを掛け算して計算します。 4×2x+4×5、 こうなるわけですよね。そうすると C2 が 8x+4520 と、このように答えが出るわけです。2年生の計算もこれと同じです。次の計算をしましょう。括弧1、5×7x-3y、 この計算もまず数字の5と括弧の前の部分の 7x、 これを計算して、次に5と -3y を掛け算すると、こうなります。ですから 5×7x-5×3y と、こうなるんですね。ここの部分なんですけど、このように説明している部分もあります。 5×7x+5×-3y、 どちらも計算すると答え同じなんですけれど、これは学校の先生の教え方に合わせて覚えてください。私はまずこちらで計算していきます。これを計算すると 5735x-5315y と、 35x-15y、 これが答えです。括弧2番 4a-6b 括弧かける2分の3、かける数字が後ろにある場合もやり方は同じです。括弧の前の部分の 4a と2分の3を掛け算する、で括弧の後ろの -6b と2分の3を掛け算すると、ですから 4a×2分の3-6b×2分の3 と、もちろん約分はしますよね。分母の2と4を約分します。で4は2になって、-6b×2分の3 のこの6と2を約分しますと、6は3になって、2は1になりますよね。ですから前の部分は2、3が 6a-3 が 9b、 これが計算の答えということになります。時々ね、約分忘れちゃう人いるんですけど、しっかり約分をしてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。